んこんにちは、マーシャヤです。今日はここにあるポップコーンを使って自分でポップコーンを作っていきたいと思います。イエーイ。で、味付けなんですけど、私が個人的に食べたいなと思ったポップコーンの味を用意しました。じゃあやっていきます。まずは油をちょっと適当にこれぐらいで、これはやばいで、その前にちょっとこうシャカシャカ、あ、もう固まっちゃった、あ、やばいやっちゃったポップコーンはやばい危ない。ポップコーンはですね、ネットリックスとか家で見るじゃないですか、今おつまみ的な感じで。でもなんか売ってるポップコーンじゃなくて自分の好きな味にしたいなっていうので、今回は作ります。どうかな。うわ、来たあ、いけ、あ、ポップコーン入れしてきた。いや、私ほんとじゃがりことかポップコーンとか全部梅が好きなんですよ、梅味なんで、ちょっとポップコーンも梅で食べたいなっていうので、細かいのじゃないとつかなくて、細かいのといえばゆかりってことで。できたかも。うわ、怖い。え、つくかな。はい、混ぜます。ちょっとやっぱ焦げてるやつある。時間を置くと焦げるんで気をつけてください。はい、できました。うん、結構焦げてますね。うん、まずいです。あのカレーのポップコーンが好きです。あとブラックペッパーとかも好きです。はい、これも入れとこう。これ上からちょっとお湯かりします。はい、できました。じゃあいただきます。うん、美味しい。これゆかり好きにはたまらないポップコーンですよ。食べてほしいです。私だけが美味しいと思ってるかもしれない。あ、美味しいですね。美味しいですか。合うんだ、ポップコーン。合います。塩の感じというか、食感感じが美味しい。ほ、あ次はカレーバージョンを作っていきたいと思います。用意するのはカレー粉、コンソメ、塩です。はい、今回はこれぐらいで。はい、いきます。オン。もう一個はもうポップコーンは私はディズニーシーのやつが好きなんで、ちょっとそれに近づけたいなと思って。あ、コンソメ溶けてきた。あ、でもいい匂いしてきました、コンソメの。きた。いけ。でもなんか焦げそう、コンソメ。くそ。いけ。よいしょ。オッケーです。オープン。もうすでに焦げてるんだな。
じゃあ早速カレー粉入れていきます。これつきますかね。これつきます。わ、入れすぎちゃった。はい、できました。じゃーん。うん、1分の2です。うん、うん。ちなみにスタッフさんが、はい、昨日まで北海道にいたらしい。うわ、本物じゃないですか。いや、いいんですか。おー、ホタテバター味です。いただきます。うん、ちゃんと美味しい。うん、これが一番美味しいですね。